猿を見に行こうと思います。イエーイ、イエーイ。この道をずっと歩いていくんですよね。ちょっとここから歩くんですけど、皆さん足頑張ります。そう、いやこれね、あの全部ね、ファンの人がくれたやつ、もう来たくて来てきちゃった。スポンサーの方からいただいたので、そう、抑えきれなくて入ってきちゃいました。頑張ります。おしゃれは我慢ということで。そうです、頑張ります。頑張っていきましょう。はい、ではお進みください。行きます。階段なんかさ、鉄筋引き返すなら今のうちですよ。温泉女子やろ。ちょっと派遣取りに行くために登っていこうと思いますので、はい、では行きましょう。後ろから見ると介護みたいになってた。ねえ、おばあちゃんみたいな。カルンドルからね。はい、行きますわよ。行きますわよ。ご覧ください。階段まだございます。で、作って行ってつなぎます。行きます。はい、さっきまであそこのね、野園、野園公園見に行って、で、後楽館っていうお宿の丸見えの温泉に来ております。私はちょっと何回か来てるっていうか、この前来たことあるんですけど、オサルオールそしてオサルトルを覚悟してください。ということで、私以外のサップのメンバー、そこめっちゃ触ると気づくの初めてなんで。あ、寒いよ、ね、めちゃくちゃ寒い。お猿さんいる？さっき言ったじゃん。家に入ってこないので、ちょっとね、ワンチャンあるかも。春待機よいしょ。めっちゃみんなに見られてる。そうなんだよね。手を振る、手を振るじゃん、手を振るじゃん。サービス精神。丸見えでございます。肩まで使っちゃうか。肩まで行っちゃってください。
あ、暑いよ。パウダーでよかった。ちょっと源泉が近いから湯の花的なサムシングが浮いております。翻訳してもらえる。また来た、また来た。サル来たね。サービスショット。マサル。そして、ね、運転の前の一般人にもサービスショットして。マネー。